なんだ、この黒いモヤは。ここはどこだ？こんばん、デスループ、ミステリー案内人です。さて、闇の世界は死後の世界。ずーっとずーっと広がり続け、全容は私たち案内人でもわかりません。ですが、死は必ず存在するもの。死なない生き物は存在しないと思っていたのですが、今日は死という概念がなくなった世界のお話です。それではどうぞ。突然モヤに包まれたと思ったら知らない場所へ来てしまったようだね。見たところ普通の街のようだけど、まずは情報収集だね。知らない街へ飛ばされたカカオ。ですが、こういった状況には慣れているため、あくまでも冷静。周囲を警戒しながら街の様子を観察します。建物にもこれといった違いはないし、言葉もわかる。ということは、少なくとも外国ではないということ。カカオはそう言って、ポケットからスマホを取り出します。しかし、ここで一つおかしな点に気がついたようです。圏外になってる。こんな普通の街中で圏外なんてありえるのか？周囲を見渡すと、普通に話したり、画面をタップしている人が目につきます。つまり、カカオの持っているスマホ以外は正常に動いているということを示していました。ひとまずホテルでも撮ろう。そこでパソコンか、もしくはフリー Wi-Fi でもあれば。そんな風に考えながら街を移動していると、目の前から大きな音が響きます。自動車と歩行者の事故だ。あのスピードだと歩行者の男性は助からないだろうね。おい、危ねえだろ、前見て歩け。いやー、すいません、ぼーっとしちゃって車体は凹んでないみたいですね。あー、よかった。ったく、次ぶつかったら容赦しねえからな。運転手は歩行者を跳ねたというのに悪びれることなく走り出しました。そして事故に遭ったはずの男性も何事もなかったかのように歩き出したのです。なんだ、何が起こっているんだ。もしかして映画の撮影とか。いや、カメラも何もないし、何より他の通行人もなんてことない顔してる。そこからさらに歩き続けると、今度はビルの屋上から人が落ちてきたのです。あの高さから落ちて無傷？やっぱりダメなのね。これで139回目。頭がおかしくなりそうだわ。この世界の人間は強靭な肉体を持っているのだろうか。あ、っていうか今、139回目って。その後ホテルに到着。お金が使えるか心配でしたが、通貨にも変わりはないようで、無事部屋を取ることに成功。パソコンも借りることができたので、早速この世界について調べてみることに。まずそこで驚いたのが、パソコンに必ず表示される日付がなかったのです。時間は表示されているけど日付はなし。あ、でも曜日はあるんだね。つまりここは僕が住んでいた現実とは違う隔離された世界ということかな。それと気になるのがさっきの事故。これについては情報なしか。しばらく滞在することになりそうな予感がするね。すぐに元に戻ることは難しいと察したカカオ。一番の問題は資金でした。おそらく自分の銀行口座は使えないため、手持ちのお金で何とかするしかありません。家がない以上、お金はすぐ底を尽きると考えたカカオは早速職探しを開始。ここでも殺し屋としてしばらく働きながら生活をするかな。調査依頼、ターゲット誘拐、企業消滅依頼。なるほどね。サクッと殺し屋業務があれば楽だったんだけど、町のことを知る意味も含めて調査系の仕事でもしていこうか。めぼしいところを検索して電話をかけるカカオ。はい、明日から働けます。この後メールで詳細を。はい、お待ちしています。昨日もらった仕事はターゲットの誘拐だね。資料によると殺しはしないにしろ、かなり悪質な行いをしているね。もしもし。はい、ターゲットのいる会社に到着したよ。いつでも大丈夫。あ、今から仲間も来るんだね。
わかりました。電話を切って数分後、目の前から一人の男性が歩いてきました。彼と目が合うと迷わずカカオの方へ向かって歩いてきます。君がカカオかい？そうだけど。俺は調査依頼を中心にこういった誘拐依頼も引き受けているミロだ。よろしく。よろしく。今回は密売、人身売買を裏で行っている人物の誘拐と監禁が目的だ。かなりの人から恨みを買っていそうだね。殺せと言われてもおかしくない。冗談を言う余裕もあるね。頼もしい新人だ。冗談？何を言ってるんだい。こういう悪質なターゲットはサクッと命を奪った方が世の中のためにもなるだろう。面白いね、カカオ。死ぬなんておとぎ話さ。おとぎ話？はあ、だってこの世界に死は存在しないからね。なるほど。あの時の事故は自殺か。139回挑戦してるっていうのも納得だね。交通事故もそう。つまりこの世界では死ぬことができない。もしかすると死ぬことで元の世界に戻れるかもしれないな。となるとかなり厄介だ。さあ、ぼーっとしてないで行くよ。わかったよ。その後向かったこの世界での初仕事は、カカオのスキルもあってか秒速で終了。ミロもカカオのあまりの手際の良さに驚きの表情を浮かべます。本当に初仕事？こんなに優秀な新人は正直初めてだよ。他で経験があるからね。これくらいは余裕さ。本当に頼もしいな。じゃあ今日の依頼は終了だ。また明日もよろしく頼むよ。ねえミロ、もし時間が余ってるならちょっと聞きたいことがあるんだ。おお、何でも聞いてくれ。この世界においての死ってなんだい？さあね、行方不明になることかな。行方不明って、それじゃあ死んでるか死んでないかわからないじゃないか。そうだよ。でも二度と会うことはできない。それはつまり死んだっていうことと同義だろ。そうだね。ありがとう。それから数日、勘だけど元の世界に戻るためにはそれしか方法がない気がする。この世界の違和感はそこだけだからね。初仕事以降も町のことを調べていたカカオが手に入れた情報は、町に死が存在しないことでした。事故や事件は起こるものの傷がつく程度、病院は存在しているようですが、死ぬような緊急性の高い病気や怪我を負うことがないため救急車も存在しないようです。同じく手術、入院という制度も存在しませんでした。ですがカカオが一番驚いたことが、葬式が存在しない？それってつまり、ああ、やっぱり墓地も存在しない。ってことは死んだ人がいないんだ。それとも死に代わる現象は存在していて、肉体が消滅して記憶ごと消えてしまうとか。あ、いや、死がファンタジー化しているこの世界では人々を死ぬことができないと解釈した方が自然だね。そう考えたカカオは自分の体で実験を行います。まずは数日間の絶食。お腹が空くし、それなりに不調はあるけど死ぬことはなかった。それに空腹で倒れた後は点滴で回復してしまったから、この方法ではダメだね。次に試したのはターゲットに殺してもらうこと。うわあ、ここで捕まってたまるか。お前に怪我をさせて時間稼ぎをさせてもらう。これはチャンスだ。このターゲットに殺してもらおう。おい、避けろカカオ。うわあ、あえて攻撃を受けようとしたカカオ。しかしほんの少し殺気が漏れてしまったのか。あ、残念だったな。なんだ今の。カカオに攻撃を仕掛けようとしたターゲットですが、ターゲットといえど一般人。アルカラム一族の肉体を持つカカオには傷一つ与えられず、それどころかカカオの醸し出すオーラに圧倒されて固まってしまったのです。ち、雑魚相手にはこの方法は使えなさそうだね。ぼーっとするなカカオ、行くぞ。わかったよ。
その後もどうやったら死ねるのかばかり考えて、明らかに様子のおかしいカカオを見て、ミロはたまらず声をかけました。お前今日どうした？油断しすぎというか、わざとというか、この前も栄養失調で倒れていただろう。あちょっとね。まさかお前死にたいんじゃないだろうな。ふふ何を言ってるんだい。この世に死なんて存在しないじゃないか。だからってお前の様子がおかしいことくらいわかる。浅い付き合いの俺が見ていてわかるくらいなんだから相当だ。悩み事があるなら相談に乗るぞ。じゃあ聞きたいんだけど。なんだ？ SCP って知ってる？なんだそれ。スーパーチョコレートパーティーの略だよ。やっぱりお前って面白いやつ。急に変なこと言うなよ。 SCP も存在しないのか。遭遇できればサクッと殺してもらえると思ったのに、これじゃあますます死ねないね。殺されることは諦めなきゃいけないと悟ったカカオが次に取った行動は、自らの命を絶とうとするもの、高いところからの飛び降り、銃を使ってなど。一瞬意識が飛ぶということはあっても、気づいた頃には何事もなかったかのように動き始めることができたのです。この方法は分かってたけど、ダメだね。そもそも別の世界から来た僕にまで死ねないルールが適用されるなんて。お前何してるんだ？見ろ。お前の様子がおかしいから観察してた。カカオの気候を実は観察していたというミロ。死ぬための行動をしていたカカオは、隙あらば殺されようとしていたためか、人の気配に鈍感になっていたのです。僕としたことがこの気配に気づけないなんて、母さんに知れたら怒られるな。前ははぐらされたが、もう一度聞く。お前死にたいのか？だからこの世界ではファンタジーなんだろう。この世界はってどういうことだよ。それこそファンタジーの話だよ。じゃあそのファンタジーについて話してくれるか。そうだね。僕はミロの言う通り、死にたい衝動に駆られているんだ。精神状態もおかしくなってきたカカオでしたが、ミロに自分のことについて話すことに。僕、別次元の世界からやってきたんだよ。突然黒いもやに包まれて飛ばされた先がこの世界。そうか。元の世界では死が当たり前に存在しているんだ。だから僕は元の世界に戻るための方法として、この世界で死ぬ必要があると推測している。それで死のうとしていたのか。やけに素直に聞き入れるんだね。たまにいるんだよ、死について研究する住人が。殺してくれっていう依頼も過去に受けたことがあるくらいさ。その依頼は成功したのかい？まあお察しの通り失敗に終わった。そうだよね。はあ、僕の話も話半分で聞いてくれて構わないからさ。いや信じるよ。カカオが嘘をついているようにも思えないからな。それにこの世界は退屈なんだ。毎日同じことの繰り返しだから、この話を信じた方が面白い。変わってるね。もしかしてミロも他の次元からやってきたのかい？残念ながら生まれも育ちもこの町だね。家族は？ああ、なんというのかな、人生に終わりがない分、家族という絆はさほど深くなくてね。この世界じゃある程度の年齢になったら家を出て自立するのが普通だ。で、死なないだろ？いつでも会えるからどんどん家族と疎遠になっていく。今じゃ家族の連絡先は知らないし、どこで暮らしているのかもわからないし、興味もない。正直どんな人たちだったかも覚えてないくらいだよ。へえ、まあ確かに永遠続くとなると人間関係を保つのも難しくなるのかな。そういうこと。俺は子供も欲しいと思わないから恋人もいない。というか子供どうこう関係なく恋人もいらないな。誰かと生活することに興味がないし、そういうやつの方が多いよ。結婚というもの自体が趣味の域になってるんだ。だって一生終わらない関係だぜ。
どんなに仲が良くてもマンネリ化してくるだろう。そっか、死の概念がないとそういう問題も出てくるのか。でもそれって生きてても死んでても関係ないってことにならないかい？住人の管理はどうなってるのさ。あ、いや、一応確認できる制度はあるよ。生まれた時に書類を出すから。僕の世界でいう戸籍みたいなことかな。その人間を証明するデータなんだけど。ああ、俺らの世界でも戸籍って言うよ。本当に死の概念以外は一緒なんだな。ちなみに出生届はあっても死亡届は存在しない。あったとしても行方不明届かな。この世界でいう二度と会えなければ死んだも同然ってやつか。そうさ、実際に行方不明者は年間何人か出るんだ。その一部が俺たちの仕事。ミロの言葉を聞いてカカオはすぐにピンときました。処刑もできない、殺し屋に依頼して始末することもできない。でも人間が存在する以上犯罪は存在する。ということは罪人を死刑にすることができないから脱出できないところへ隔離するんだね。そういうこと。でもそれ以外は本当に行方不明。自ら違う地域へ逃げた人もいるだろうけど、この町には度胸試しと言われるスポットが存在するんだ。そこに行った人の何人かは毎回行方不明になる。それはどんな場所だい？見た目は普通の洋館さ。だけどそこで何が起こってるのか全く噂にならないんだ。行方不明はいるが目撃者はゼロ。なるほど。そこに入れば死ねるかもしれないね。保証はできないが可能性はあるな。明日その洋館を案内してくれる？俺も気になってたんだ。一緒に行こう。ミロも死にたい人？そうだな。永遠に続く毎日がそろそろ怖くなってきたんだ。そういう考え方もあるね。何より人生に退屈していたのもある。いいタイミングだったかもしれないな。翌日、洋館に集合する二人。おう、来たか。ここが噂の洋館？しっかりした建物だけど普通だね。じゃ、中に入るか。恐る恐る二人は洋館の中へ。生活感はないものの掃除がされており綺麗な状態。そういった状態に違和感を覚えつつも洋館の中を進みます。すると、これはなんだ。壁に目が、しかも大量に。なんかやばいかもしれないな。一旦廊下をこのまま進んでみよう。突然壁一面に現れた人の目のようなもの。そのまま進む二人のことをじっと見つめています。さらにその進行を妨げるかのように人型に変化した黒い塊が追いかけてきます。あ、やばい、何か変形して追いかけてきてる。あれ、そういえば死ぬために来たはずじゃないか。あ、そうだけど本能が逃げろって言ってんだよ。それに消えるとしても情報は残して去りたいからな。最後の仕事ってわけだ。脱出不可能ならそうなるな。じゃあ情報が集まるまでは時間稼ぎしないとね。そこから黒いスライム状の物体が二人の通行を妨げる中、カカオが果敢に攻撃を開始、時間を稼いでいきます。洋館に入った人間を攻撃する謎の黒い物体、スライム状のものから人型に変形し通行を妨げるように攻撃をしてくる。攻撃してくる理由は不明。ただこの物体に襲われた人たちが行方不明になっている説が有力である。洋館の壁の中全体がその物体だと思ってもいいだろうね。壁に目が大量にあったろ。あ、そうだな、それも追加してっと。よし、俺の所属してた組織に情報を送っておいた。あとはこいつに襲われた後どうなるかだな。カカオ、これを頼む。スマホ？俺がまず犠牲になる。その後戻ってこなければそのまま行方不明になったと送信してくれ。もう一台 GPS 付きのスマホを持って俺はあいつに襲われる。それはすでにさっき送った資料に記載済みだ。その後俺が見つかる保証はないが GPS 機能が有効か無効かの判断材料にもなるだろう。仕事熱心なことだね。元はこういった調査が好きだったんだ。久しぶりにワクワクしてる。楽しそうで何よりだよ。じゃ、
俺行ってくる。僕も後から行くよ。ああ、また会えたらハグでもしてくれ。その一言を最後にミロは廊下に立ち止まります。それに気づいた黒い物体がミロに巻きつき動きを封じました。身動き取れないな。そしてそのままミロを飲み込みました。わお、丸飲みだ。さてどうなる。しばらく目の前の物体の攻撃をかわしつつ様子を眺めていたカカオ。ミロが帰ってくることはなさそうだね。じゃあ結果をスマホで送信と。ミロに頼まれた仕事を終えたカカオ。今度は僕の番だね。かかってこい、黒い化け物。カカオのセリフを理解しているのか、一斉に襲いかかってくる黒い物体。君は SCP なのかい？この世界にはないと思ってたけど、元の世界に戻れたら調べてみよう。わざと負けるとはいえ惨めだね。そのままミロの時同様、丸飲みにされるカカオ。しばらくすると重力を感じなくなり、頭がぐるぐると回る感覚に陥ります。あの物体に飲み込まれてから視界が閉ざされている。それに重力は感じないものの、頭がかき乱される感覚だ。どこかに出た。あって、ここは家だ。あ、僕の家。予想通り戻れたわけだね。でもまだ喜ぶには早いよ。あの生き物について調べなくちゃ。カカオは現実世界に戻ってきて早々、謎の生物の正体について調査。すると、シーク、これだね。 SCP ではないのか。シーク、外見は黒いスライム、またはグーの大きな山となり、追跡シーケンス中に得意な目を持つ異常な人型の姿をしている。シークが出現する前には必ず壁に監視してくるような目が現れるため、この現象に遭遇した人はシークと出会った際にすぐさま逃げられるように準備をしておく必要があります。人間が自身のいる部屋に入ってくると、シークは単眼の人型に変化し、その人を追いかけ始めます。進行を邪魔してくる家具や窓から飛び出してくる長い腕を避けながら、いくつかの廊下を通り過ぎると、シークは諦めて追いかけてこなくなります。そういえばもうすぐ廊下も終わりが見えていた気が。早くシークが諦めるところだったよ。危ない危ない。今回のことはしっかり母さんにも報告しないとね。それにしても、死のない世界に飛ばされた上に想定外の怪物にも襲われるなんて、カカオのトラブルメーカーぶりには驚かされるばかりですね。さて、あの後ミロはどこに飛ばされたんでしょうか。この後のおまけで確認してみてください。それではバイバイチーン。いってーって、なんだここ。あんた、そんな道端で倒れてたら危ないよ。死んじゃうって。死ぬって、まさか。ここはカカオの世界。死の概念がない世界から死の概念が存在する世界へ飛ばされたミロ。今後の人生が楽しみですね。